はやきゲームズです。風来の検討期間の報酬や進め方、期間について解説したいと思います。まず期間ですが、6月25日11時から7月8日5時までの約2週間のイベントとなっております。冒険ランクは20以上で参加可能で、毎日1つの挑戦が開放され、合計で7つの挑戦が開放されます。ソロプレイもしくはマルチプレイで挑戦が可能となっております。次に報酬ですが、初回クリアで各挑戦ごとに60原石をもらうことができます。さらに挑戦をクリアすると獲得できるスコアの各挑戦の合計点に応じてさらに報酬をもらうことができます。毎回この手のバトルイベントはかなり難易度が高いので、最大スコアを3万までするにはおそらくマルチプレイが必要なのかなと思います。次に挑戦の方法ですが、イベント画面の挑戦するを選択すると、マップに挑戦する場所が表示されるのでワープで移動します。ゲートの前に来たら近づいて風来の検討期間を選ぶと挑戦画面に移ることができます。今は挑戦1しか開放されてないので他は選ぶことができませんが、挑戦を選んで難易度選択を選ぶと難易度選択画面に移ることができます。難易度や制限によって挑戦をクリアした時に獲得できるスコアが変わりますので、欲しいスコアや自分の実力を考慮して選んでいただければいいのかなと思います。挑戦するを押すとパーティー編成画面になりますが、ボーナス効果のあるキャラクターを選ぶと与えるダメージがプラス 20% になるので、もし持っていたら入れてあげるといいかもしれません。挑戦開始ボタンを押すと挑戦する舞台に移動しますので、鍵に近づいて挑戦開始を押すと敵が出てきます。あとは全力で倒してください。途中カットしましたが無事に倒すことができたので、今回設定した1500のスコアをゲットすることができています。イベント画面に戻るとマークがついていて、報酬を受け取ることができるようになっています。この動画が良かったという方はチャンネル登録、高評価の方お願いします。またミルダムでは毎日ライブ配信をしておりますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では